AI が運転技術を評価します愛知県岡崎市の上地自動車学校では今日教習生や高齢者らが参加し運転シミュレーターを使っての AI による診断を受けましたこのシミュレーターでは時間帯や場所、天候などを組み合わせおよそ400種類の状況が再現され AI が運転手のハンドルさばきやブレーキなどを数値化して運転技術を評価します ガ、はい、スリーさんの出るときに合図ができてなかったです歩行者に目がいっちゃって忘れてました車体感覚がよく分かってないもんで車の階から人が出てきたりするのは危なかったね安全運転に心があます AI 機能のある運転シミュレーターを自動車学校が導入するのは愛知県内では初めてということでこの学校では今後企業の運転教習などでも活用し 安全運転の推進につなげたいとしています。はい